キングダムのラスボスは翔平くんでも李牧でもなく、あの人だ。大人気漫画キングダムを応援する初めての三国志では、先読みキングダムと称して気になる漫画の先行きを大予想しています。さて今回のハジさんでは、気になるキングダムのラスボスについて大胆に予想してみようと思います。キングダムのラスボスはズバリ〇〇だ。キングダムも早56巻を迎えています。ストーリー漫画ならば大団円を迎えているケースが多い関数ですが、キングダムは私の見た目ではまだ半分来ているかいないかです。それでもストーリーの核になる人は出てきています。その中でも歓喜将軍は野党出身という、出身といい残虐非道な戦い方といい、ダークヒーローの風格を漂わせています。そして歴史上は紀元前233年に趙の李牧に敗れて死ぬか、中殺を恐れて秦から逃亡するという設定です。しかも歓喜は主人公秦に魂のレベルから違和感を持たれています。単純で人を信じやすい秦が近寄られて切ろうとするほどの嫌悪感を見せたキャラクターは歓喜以外にはいません。つまり歓喜こそが紀元前233年以後、秦と秦王政の前にラスボスとして立ちふさがるキングダム最強の敵なのです。歓喜ラスボス説。根拠1、反王旗の存在。歓喜ラスボス説の根拠としては、秦の将軍反王旗の存在があります。キングダムでは愛国の将軍として果敢の義を済ませたばかりの秦王政に襲いかかった反王旗ですが、息子は殺されたものの、当人は初段待ちで死んではいません。これは後に燕に亡命させる、史実ではそうなっている布石でしょう。そして歓喜も反王旗が燕に亡命したのと前後して司書から消えるので、この両者は意気投合して燕でニック騎秦を滅ぼすために手を組むということも考えられなくはありません。反王旗の首を歓喜が跳ねて慶下に渡す鬼畜設定。燕に亡命した反王旗は始皇帝暗殺のために咸陽に登る刺客慶下に、始皇帝の警戒心を解くために自分の首を跳ねて土産に与えていますが、キングダムに登場する反王旗にはそんな根性はなさそうです。なので自分の首を絞る反王旗を歓喜が騙し討ちして首を切り慶下に与えるという筋書きが生まれるかもしれません。それはそれで、共に逃げてきた反王旗を目的のためにあっさり裏切る歓喜が際立っていいかもしれません。秦の天下統一の順番をざっくり紹介。史実によると、秦は韓、趙、魏、蘇、燕、政の順番に立国を滅ぼして天下統一を果たしていきます。1、最初の韓はファルファル島によって紀元前230年に滅亡。次の趙は秦帝国上昇、李氏により李牧が謀殺され、対抗できる名将がいないままに紀元前228年に王翦、楊端和、羌海のオールスターによって攻め滅ぼされます。2、次には紀元前227年、政に個人的な恨みがある燕の太子丹が刺客の慶下を使い暗殺しようとして失敗。3、翌年に王翦と秦と王本が燕に攻め込みますが、燕王と太子丹は両党に亡命して滅亡を逃れます。4、紀元前225年には魏が王本によって密攻めされて滅亡。同年、秦と孟天が蘇に攻め込みますが、大将軍孔遠の前に20万の軍の大半を失うような大敗北を喫します。5、勢いに乗る孔遠は咸陽まで攻め上ろうとしますが、60万の大軍で函谷関を守る王翦を攻めあぐねて逆に攻め滅ぼされます。6、さらに王翦と蒙武が孔遠が昌平君を王に祭り上げて復活させた蘇を撃破して、紀元前223年に蘇は滅亡。7、翌年、秦と王本と孟天が両党に逃げていた燕王と太子丹を滅ぼし、これで燕が完全に滅亡します。8、最後は政で同様に秦と王本と孟天が出陣しますが、政には戦う力がなく無条件降伏して天下が統一されます。歓喜ラスボス説2、蘇の滅亡後の山場を歓喜で作る。この中でキングダム最大の激戦となるのは孔遠大将軍率いる蘇との激闘です。何しろ史実では秦と孟天は孔遠を甘く見て20万の軍勢で逆に撃破され逃避行を経験しているからです。
さらに公園は逆に韓国館まで攻め込んでくる始末ですから、ここは手に汗握る激闘が展開されるでしょう。しかも野党王戦が公園を打ち破り、宋を滅ぼしたかと思いきや、真に仕えていた昌平君が裏切り、公園と組んで宋を復活させてしまいます。ここには愛憎も加わりますから、キングダムのボルテージは最高潮です。ですがここで終わると、両党まで逃げた燕王と大使団を切り、最後は姓を無条件降伏させて終わりと盛り上がりに欠けます。そこで ⑧ の部分で、もはや燕の実権を掌握するほどに強大になった漢輝が燕のラスボスとして登場し、秦と因縁の決着をつける、そういう流れになるのではないでしょうか。どのみち消滅する燕ですから、多少の羽目を外しても歴史の流れでは問題ありません。最終的に燕王や大使団が死ねばいいのです。ここには秦ばかりでなく、毛天、王本という秦を引っ張る実力者が勢ぞろいしていますから、ここで歓喜と命を懸けた激闘をして、事実上のクライマックスが起きると思うのです。歓喜ラスボス説3、秦の身近な人間が歓喜のせいで死ぬ。歓喜をラスボスに設定する上ではまだ難点があります。それは主人公秦との因縁がいまいち弱いのです。もちろんこれまでにも非戦闘員を平気で殺す歓喜に対して秦が怒りを爆発させるシーンはありましたが、一過性であり、どうしても殺さないといけないほどに憎いわけではありません。秦と歓喜をどちらかが死なねばならないほどの不愚大天の宿敵にするためには、二人にとって大事な存在が奪われないといけません。そうしないと、どうして秦と歓喜が異様にお互いを敵視するかという説得力が出てこないからです。しかしラスボスの歓喜に秦に奪われてダメージになるものはないので、ここでは秦にとって一番大切な存在が歓喜に奪われることになります。孤児である秦にとって大事なのは戦場をくぐり抜けた仲間です。さらに悲劇性を加えたいなら、男よりも女の方がいい。そうなると教会か下梁天になりますが、教会が殺されるというのは武術の達人設定ではありえない。そうなると必然的に軍師の下梁天が何らかの原因で歓喜に殺される、そういう設定になると思います。こうして秦の敵が秦を歓喜が強めたなら、歓喜キングダムラスボス説は 100% 確定になるでしょう。キングダムライターカワウソの独り言。歓喜は登場の当初から意図的に秦と反対というキャラ設定でした。これはジョジョにおけるディオのようなネガとポジの関係性です。おそらくここからキングダムのすべての要素がポジの芯、そしてネガの歓喜に抱き込まれて加速して歴史の渦を作るでしょう。むしろここであっさり歓喜が死んだり逃亡して行方知らずになった方が大どんでん返しですが、さすがにそれは読者に貧粛を買うので原先生はやらないと思います。